い、こんにちは、あやです。今回の企画はジムニーシエラのデモカー紹介。はい、これね、はい、2020年の東京ドサロン、はい、これね、出しましたね、はい、で、この時と違います。そうで、ここタスクさんに来てますけども、はい、あやちゃん、ここのお店でここのタスクさんで買ったホイールあるよね。あります。あれめちゃくちゃ大きかったじゃん。大きかったんですよ、まあ、てかジムニー用じゃなかったからね。そう、FJ クルーザーよ、はい、これこの FJ クルーザーのホイールをなんと無理やりこれにつけたとっていうことをやったんで、もちろんここの PCD も違うし、そうですね、でオーバーフェンダーもつけなきゃならないっていう、思いっきり飛び出してたんでね。はい、どんなホイールだったかっていうと、初めての人のためにカチッ、すごいすごい、かっちょよい。でもでかいよね。あやちゃんがさ、今まあカメラの遠近であれだけど、その車に近づくとこれ車の大きさがわかるかと思います。そんなに大きいっけ。いや、でかい。どんだけ元がどんだけだったのかがちょっとね、忘れちゃったけど。はい、そんな感じでしたけども、はい、あやちゃん、うん、まあ、あの時と比べてこれはノーマルフェンダーになってます。ここね、うん、で、ホイールはレイズさんの18インチ。はい、うん、これめちゃくちゃ合うよね。そうですね、最初18インチっていうとちょっとやりすぎかななんて思ってたら、うん、めちゃくちゃ合うじゃん。もともとなんかこうちっちゃめのホイールのイメージで大きいタイヤ履くみたいな感じだったから、そう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 、かと思ってましたけど、このジムニーの方は16インチ、はい、で、まあそのね、タイヤ履いてるわけだけど、これとはまたちょっと違った雰囲気で、なんか一回り大きく車がより見えるっていう効果があるよね、これ。そうでしたね、はい、はい、で、この車、まあ初めての人にね、はい、あの見てもらうために、これグリル、これ縦フィングリルがついてます。これね、これは上から貼っつけるだけ。そう、ペダッと貼り付けるだけの貼り付け。そう、だからグリルを交換するんじゃなしに、この純正の上にペタッとかぶせるだけっていう、すごく簡単なグリルになってます、はい、で、あやちゃんの考えたアイライン、これ、はい、かわいいでしょ。はい、これガチャピン顔になってるけどね。いや、別にそんなような意識してないんですけどね困ったね、あやちゃんよく顔困ったのが好きだ、こうやっとったじゃん。そうで、こっちは怒っとる。こっちは怒ってるんです。はい、この子も今日実はこれからバンパーとグリル取り付けますけども、はい、で、これ取り付けもね、タスクさんでできるんでね、はい、ちょっとその動画はまた別に公開しようと思ってますけども、はい、で、これがノブレスのバンパー。バンパーです。はい、これは純正のこれと違って何が違うかっていうと、はい、一番の大きな特徴はここの切ってある感じ。はい、ここ切ってあるんだよね、はい、で、ここ切ってあるのも一つのこだわり。前から見た時にタイヤがしっかり見える。そうで、あとそのこういうバンパーって薄い方が人気なんだよね。ここがね。そうで、ただ薄くすると下の底面の取り付け部分、うん、まあ、そこの部分も考慮しつつ、僕が考えたのがここのね、斜め、ここ、ね、ここを斜めにすることによって一番奥の底側の寸法は変わらず、純正のビスは使えるけども、そのまま斜め上に跳ね上がってることで、こことここの高さが純正に比べて薄くなると、うん、あそこの純正は底面の部分がまっすぐ出てるから、ほぼほぼ、はい、上と底、はい、ここの寸法が純正の方が大きい。そうですね、幅が広い、幅が広い。ノブレッセの方が幅が薄い、はい、そう。それで前から見たときに純正バンパーと比較すると、ノブレスのバンパーの方が薄く見えるっていう、はい、そういう相乗効果もありますね、はい、はい、で、あともう一つ、この5連 LED、 はい、この5連 LED、 これね、うん、これもすごくかっこいいです。走ってるときついてるんでね。いやー、かっこいいよ。ちょっとあやちゃんエンジンかけてみて。わかりました。はい、着きました。このね、5連 LED が、うん、まあ、デイライトっていうことで、はい、光って昼間走るんですけど、はい、これのおかげで結構車来てるよっていうのがより分かりやすい。そうですね、ね、はい、で、エンジンを切ってください。これね、止めた
後もしばらくの間ついてるんですよ。そうそう。でこれが純正のメルセデスベンツなんかが、うん、まあこういうふうに残光式って言ってしばらくついた状態でちょっと経つと消えるみたいな、うん、でこれも同じようにちょっと経つと消えます。はいはい、消えたね。はい、はい、でこれ今度この車インチアップしてます。はい、3インチ、3インチアップしてます。でこっちがノーマルなんで、ちょっとあやちゃん、はい、なるべくこの車に近づけれる。そう、もうちょい前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 。はい、オッケー、オッケー。はい、これほどの差があります。お、結構ありますね。リフトアップするとすごく大きく見えるよね。まあ3インチって結構なリフトアップですよね。そうで、実はこの64ちゃん、はい、この子もリフトアップします。します。2インチ、はい、CL リンクさんのね、はい、やつをアップするんだけど、あと、はい、バンパーもノブレスつけるよ。これバンパーもグリルもね、グリルもねつけるんで、はい、さあこれがどうなるかはまた別の動画で公開しますけども、はい、はい、であとこの車は3インチアップしてるから、はい、うん、そのここのあやちゃん今立ってるところの高さ、なんか1メートル運転席から見えるかどうかっていうのがなんかこう重要。3インチリフトアップしてるから、その逆に1メートルだと見えなくなる。そこでこのフロントカメラをつけることで解消のためにこれつけてます。つけてます。はい、であとそっちの助手席側の方、こっちの方はこのミラーの下についてるこの補助ミラーの方で確認できるんで、うん、ここは特に問題なしでした。はいね、はい。でこのデモカーサイドステップ、これもサイドステップが ABS 製で、ペタッとね、はい、まあグリルもアイラインもバンパーも ABS 製なんですけど、はい、だからすごく品質がいいっていうことで、ね、フィッティングも抜群です。はい、でツートンになってるんだよねこれ、うん。ここはシルバー塗装。そう、シルバー塗装で、こっちがまあ艶消しブラックで、このフェンダーと色合わせてるから、はい、つながりを持たせるためにね。そう、はい。であと後ろ、後ろはセンター3本出し、はい、この3本出しがすごく特徴です。はい、これ背面にもね、シエラの場合はホイールをつけれるよね。うん、これあのジムニーの64だとひっくり返さないかんいうことで、 K4 規格としてはちょっとホイールを変えられない。そうですね。で、あとはあやちゃんステッカーをここに貼ってある。4つ貼ってありますね。はい、こことここで、はい、ここと横のこっちと、はい、こっちにも貼ってあります。で、これこんなに4枚も貼ってある理由はこれ東京都サロンに出品した時に、はい、あやちゃんステッカーの色、この色をここに貼るとこんなイメージだよ。そう、4枚とも貼りました。はい、はい、こんな感じでこの車があります。あと、はい、内装。そう、うん、あやちゃんがちょっと色決めてね、そうやりたかったことができたんですよね。はい、じゃーん。はい、これ白ピンク。そう、白ピンクのステッチは水色。これステッチ水色なんだよね。おー、うん。で、ここなんかピンクで、で、エルティードさん。そうです、エルティードさんで作りました。はい、オーダーして。結構これ取り付けもね、すごく楽だったっていうか、面白かったよね。そう、すごくしっかりしてるのに取り付けがそんなに苦労しない。はい、ほんといいあのフィッティングでした。かなりね、フィッティングよくって、座り心地もよくって、うん、めちゃめちゃ良かったです。これちょっとあやちゃん乗ってみてください。はい、よっ。これね、お尻のところがふわふわするっていうか、そう、このキルティングのパターンにしたんで、結構お尻と背中のところがふわふわしてて、クッション性が上がった感じね。はい、これとってもいい、うん、で、これ取り付けのムービーもあの撮ってますんで、まだ見てないよっていう人はぜひこっちを見てください。はい、ということでね、はい、まだあのハンドルとかもやってないんだけど、うん、まあ、とりあえず今一旦この状態でそのノーマルフェンダーのデモカーが完成しました。はい、はい、でね、あやちゃん、はい、
ちょっとこれ走っとるとこもめっちゃかっこいいんだ。あー、そうですね。ちょっと見せたいから、はい、あやちゃんちょっと走ってみて。よし、じゃああやちゃん気をつけてね。行ってきます。はい、これ走ってる姿がかっこいいんで、ぜひ皆さん見てくださいね。このまま、いや、かっこよろしい。いや、本当にかっこよかったな。いいね、ジムニーシエラ。はい、はい、で、この車ね、しばらくここタスクさん、はい、はい、ここに展示してます。はい、もしこれ生で見たいっていう人はぜひタスクさん、ここのお店に遊びに来てください。お願いします。はい、じゃあね、はい、あやちゃん、あとあそこにあるやつ64ジムニー、はいはい、この子、この子これからバンパーつけます。はい、バンパーとグリルつけていきます。おまけに CL リンクさんの認知アップもつけます。はい、はい、またこれは2つ動画に分けて、はい、認知アップとバンパー取り付け、はい、これ2つに分けて動画紹介しますんで、はい、ぜひまたチェックしてくださいね。お願いします。